ちゃん、こんにちは。はい、杉田さん、はい、2024年も、はい、この番組はですね、阪神追っかけています。ちょっと待ってくれ。はいはい、阪神だけじゃないから。あ、もちろん。いや、他にも追っかけていくか。いきますよ。もちろんもちろん。ただまあ阪神が中心になることは間違いないかなっていう。まあまあまあ、これはなんでかというと日本一だから。そうそう。いや、岡田監督というね、はい、いいキャラが立ってるから。そうなんですよ。そう今年もきっといろんな語録をね、まあ、おー、言ってな、おー、言いながら、くれるんだろうなと思うんですけれども、まあ、その岡田監督、はい、もう早速始動というところで。あ、ちょっと待って、どうしました？あ、俺忘れてた。え、いや、あのさ、平田勝雄が、はい、ヘッドコーチ、お疲れ様ですっていうのがあって、はいはい、そうです、ね、あのビールいただいたんだよ。いや、番組でお疲れ様ですって言っててね、そしたらなんかそれを見ててくれた人がいて、はい、その会社がね、はい、ビール送ってくれてたんだよ。三鷹さんのところに。そうそうそう、すみません、ありがとうございます。本当お疲れ様です。泣いてないですか？ないんだよ。もうそれね、持ってこようと思ったんだよ、忘れてた。ごめん。その前に飲んじゃいそうですね。もうそうだな。そうですね。そうで、まあ話は戻り、はいはい、まあ、岡田監督指導というところで、はい、今年ももう2月1日キャンプインで阪神のキャンプ日程が発表されました。はい、まあ、2月1日のキャンプインで27日の打ち上げまで休日は4日間ということで、はいはい、これで注目したいのが、はい、初実戦が去年のキャンプ同様第3クールからという設定ですね。まあ、先にやるね、球団もあればじっくりやる球団もあるという、はい、まあ、どっちかなのかなと思ったら、まあ、落合監督が監督になった時にもう初日から紅白戦をやるという、はい、そのぐらい体を作ってきてほしいという、そのぐらい自覚を持ってきてほしいということと、うん、まあ、阪神の場合は、まあ、大人のチームっちゃ大人のチームだよ ね、 そうですね。どちらかというと、うん、ある程度の実績がバーンとある人がいてみたいな、だからまあじっくりというね。そうですね。まあ、岡田監督はどちらかというとこう怪我をもう本当に嫌がるから、はい、だからもう怪我をさせないようにじっくりやっていこうっていうね、うん、まあ、そういう意図は感じるよね。まあ、1月は個別の自分たちでキャンプをやり、はいはい、2月からまあ動き出すけれども、やっぱり最初から動くとなるとその怪我のリスクっていうことも含めて、あのね、個人でやってる、まあ、自主トレって言われるものをやってても、はい、全体的になるとより以上に力が入ってしまうので無理しちゃったりとかさ、はい、そういう時もあるんで、まあ、そうじゃなくやっぱじっくり第3クールから上げていくよみたいな、うん、それまではじっくり体を作れみたいなね、はい、まあ、そういう意図は感じられるよね。そうですよね。うん、あとはやっぱり、まあ、去年に引き続きなんですけれども、その連携プレー、党、はい、内連携というのも、うん、あとまあ守備ですけれども、はいはい、そういうのも今年もじっくりともう一回一からっていうところ。いや、もうね、去年まさしくそれをやってた時にキャンプにお邪魔したんだけど、カツオーとか言って平田を呼んだらシーとか言われて、はい、やっぱそのぐらい緊張感を持って全体練習っていうのをやってたね。だそれをもう一度やるということだよね。だからやっぱりね、長いシーズンを戦っていく上で取ったり投げたりとかするのにミスはつきものなんだけども、チーム全体で動いてる時にカットマンとか党内連携だとかピッチャーが絡んでファーストピッチャーにトスとかさ、うん、まあ、いろんな連携があるんだけども、そこでミスが起きると大きなミスになっちゃうから、うん、そこら辺はやっぱもう徹底してやるというね、それはもう間違いではないし、はい、それは意思を統一をするという意味でもすごく大事な練習というかさ、まあ、プレーなんだよね、うん、うん、だからいいと思うよ。まあ、去年、まあ、阪神は優勝日本一になり、はい、まあ、11月ぐらいまで試合はやってましたけれども、はい、やっぱりその抜けた期間というのは守備連投内連携というのはもう一回一からにやっぱりなるんです。やっぱりそうだよね。また新しい人間も入ってくるし、はい、だからまあそこら辺で の、 そのタイミングの構築だとか、うん、まあ、いろんなことを含めてより高いレベルに持っていこうとしてるよね、はい、だからそれはもう絶対やらなきゃいけないし、うん、まあ、各チームはやってるけどもね、はい、阪神ほどの緊張感を持ってもう一回一回うるさいからね、今のはどうのこうのとか各コーチが担当のコーチが指していくから、うん、で岡田監督ももう納得いかなかったらもう一回やってくれとか、はい、もう指示出してるしね、うん、ここら辺はやっぱ、まあ、昨年同様やるって言ったら相当の緊張感を持ってやると思うよね。あとは昨年で言えば例えばショートを小畑選手と木浪選手でキャンプから競わせるような形でやってました、はいはいはい、で今年はそこにプラスその若手の選手も岡田監督は入れると、例えば門別投手であったりとか、うん、あと野口選手であったり、はい、あと下村投手であったりとか、はいはい、そういうあたりっていうのはまた去年とはちょっと変わってくるんですか？やっぱりね、刺激だよね、
岡田監督も昨年のそうメンバーベストメンバーこれではきついっていうふうに思ってるからそれ以上になってくれないと、はい、例えば森下がいる、うん、森下がじゃあ昨年の活躍でじゃあ優勝勝ち取れるかって言ったらもう一段上に行ってくれないとさ、はい、やっぱ苦しくなるしやっぱマークも厳しくなるしだからそれを考えた時にやっぱ新しい人間これがやっぱこう絶対チームを刺激しチームを引き上げるっていうふうに考えてるから、はい、だからそこら辺は誰か新しい人間が出てきてほしいっていうのを思ってるはずなんだよね。そうですね、まあ、昨年例えば村上大竹、はい、これが20勝以上した2人でね昨年までは阪神にとって1勝も上げてないピッチャーこの2人がそうです、ね、それが20何勝してるっていうことはこの2人が優勝を導いたって言っても過言ではないわけよ。だからそういった新しい人間がどれだけチームに刺激を持たせてチームに貢献できる人間が育ってくるかっていうのをやっぱ期待してるよね。そうですよね、うん、それにはもう容赦ない岡田監督は。とはいえ、まあ、去年の、まあ、ある程度の固定のメンバーが近本選手であったり中野選手、大山選手、辰徳選手なんかはもう格役っていうところでどうやってそこに割って入るかっていう。いや、それは大変なことだよ。そうですね、いやでも大変なことだけども、うん、そこに入ってきてくれるぐらいの競い合うだけのものがないと、うん、やっぱお互いが成長してこないという、うん、やっぱり去年の優勝でいい思いもしたと思うよ。オフ給料面でもアップしたと思うよ。でもそれで満足してたら優勝は絶対ないから、はい、でもそれ以上のことを望んでいかないと勝ちはないから。そうですよ、ね、だからそこは岡田監督が一番分かってることで、うん、だから岡田監督はそれをやらしたくないために刺激を与えようとしてるわけ、うんうんうん、だから俺が思うには一番の近本、はい、大山、うん、この二人だけだよ。もう確定なのか。確定なの。1番と4番ってことですね、うん、だけど他は確定しないよっていうような感じだと思う。それは例えば2番の中野選手であっても、まあ、中野もギリほぼあれかなと思うけども、いや木浪だってわからないよ。昨年8番で大活躍したって、うん、まあ、今年も打つんだったら8番であろうとは思うけども、いやいやちょっと悪かったら8番だったら小畑に変えるよみたいな、あそのぐらいの緊張感を持たせてやってると思う。でも森下選手だって、あと佐藤輝明選手も 100% 確定ではもちろんないっていうふうに考えておく方がいい、うん、岡田監督のやり方は、はい、そのぐらいやっぱ厳しい目を持ってるし、そういう厳しさがないと連覇はないと思ってるから。そうですよね、うん、だからその連覇を全員が目指してると思うんだよ、うん、ね、それを考えるとやっぱその現状のままじゃ絶対無理だっていう、うん、もっともっと他を引き離せみたいな感じだと思うよ。ただここのところセリーグを見てると1回優勝すると連覇があるんだよ ね、 そうですね、まあ、ヤクルトもそうだし、うん、その前の広島だってそうだし、だから連覇は続くんだろうけども、このままじゃでも足元救われるっていうふうに考えてる。やっぱね用心深い人だよ。まあ、そうですね、岡田監督の性格から言うと。そう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 。例えばじゃあ守備にしても、うん、まあ、あの去年から飛躍的にその守備っていうのはあの上がったとしても、まだまだその守備のエラーっていう数は多いじゃないですか。まあ多いね。これをじゃあキャンプで昨年と全く同じことをしていくのか、また新たに何かプラスアルファのことをするのか。いや、 やっぱりこう確率を上げていくというかさ、うん、まあ、明らかにゲッツーは増えたんだよね、はい、あの中野がセカンドに入り、木浪がショートに入ることによって、だからエラーの数は増えてて、もういい面も相当増えてるわけよ、うん、連携という意味では、はい、だからその連携プレーを先ほども言ったようにより、あの高いレベルで構築していくということと、新たな選手たちが入ってきた時にその連携がうまくいくようにっていうね、はい、誰がどこに入っても水を漏らさないような連携ができるかどうかっていう、うん、で新しいピッチャーでも党内連携とかやった時にこのピッチャーの癖とかさ、はい、もうねちょっとしたことなんだよ。こいつはこう投球はまっすぐ来るけど送球はシュート回転するなとか、そういうことをねもう知るだけでも全然違うんだよ。 そうなんだ。それとかこいつは抜群にうまいから入るタイミングを間違えるとタイミングがずれるっていう野手も感じるわけよ。だからそういうことも含めてやっぱこう覚えさすというかさ、野手に、だから本当に練習のための練習ではなかったね、去年見た時。うん、やっぱりより実践に近い高度な連携プレーをやってたよ。キャンプの時、岡田監督っていうのは直接選手に何かアドバイスとか言いますか？言う。そう。言うし、よく見てるし、それをコーチに言って、コーチから伝えさすとか、そういうこともやってるよね。例
例えば、まあ、岡田監督内野手で確か昨年ってショートに自ら入って、うん、なんかもうねやってたのを、うん、例えば佐藤輝明選手が昨年、まあ、サードでエラーなどあったりとかそういうのを直接何か指導したりとかするよありますか、ね、いやあるあるある、うん、まああるし事細かに全体を見てるよね、うん、まあ例えばここでプレーをしてるけども、うん、こっちの人間何やってるんっていうことまで見てるから、うん、いやあいつはカバーリング遅いぞみたいな、はい、1個ボールが動けば全体が動くわけだから、うん、その全体を見てるよ岡田監督は、うん、だからやっぱ見る目は厳しいよね。ですよね、うん、例えば、まあ、1軍とあと2軍スタートのもちろん選手もいて、はいはい、そっちも岡田監督っていうのは見に行ったりするんですか。いや可能性はあるよね、うん、で逐一報告を受けると思う、うんそうか、うん、でキャンプ中にも入れ替えがあるだろうしね、うん、だからそこら辺はやっぱこう厳しく今年もやっていくと思うし、うん、で2軍にも目を通してると思うし、うんうん、だからでも楽しみだよね岡田監督の動きっていうのも。そうですよね、うん、なんかこれまで例えば他球団だと、まあ、第3クールから本格的というよりももっと前の時期から結構紅白戦だったりとか、うん、早めのやり始めたりとか例えばアーリーワークあったりとかいろいろありましたけど岡田監督が率いる阪神が日本一になったということでそっちを取り入れる球団とかって出てきたりもするんですかね岡田式みたいな感じで。まあ、阿部監督が言ってるように巨人のねよく寝て睡眠をしっかりとって、うんうんでやっぱあったかくなった時ぐらいから指導するのが一番ベストだっていう、うんうん、まあ言ってるように岡田監督も同じ考えだと思うんだよ、はい、まあ岡田監督の動きを阿部監督がやろうとしてるのかわからないけどもやっぱ朝やらないって言ってるもんね、うん、そうですね、うん、やっぱしっかりもう体を休めて準備をさして体のやっぱ起きないよ体がそれそうですよね、うん、で疲れも溜まってくるしさ、うんでまあ、その中でじっくりやらせてだからウォーミングアップでも相当時間をかけてやりそうな感じはするよ。ああそうなんですか、ねうんまあ、怪我しないように体を作るようにってことですよね、うん、いや俺思うけどね強いチームほどウォーミングアップっていうのは大事にするよね。そうなんだ、うん、だから時間をかけるというかさ、うん、だからそういうことで第2クールまではやろうとしてるんじゃない、はい、で第3クールからもう実践的なっていうことに移ろうと、うんじゃあその第3クールぐらいから、うん、例えば若手でも1軍で最初使ってたけれども、うん、ダメだと思ったら2軍の方に回してっていうのももちろんある、まあそうだね、もちろんあるし紅白戦が始まったら2軍で状態のいい人間をメンバーに入れるために呼んでみたりだとかね、うんはいまあ、する可能性もあるよね。そうです、うん、だからやっぱり岡田監督のそのやり方っていうのは昔ながらのやり方なんだよ。うん、あの豊さんの時代のということですよね。そう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 。それはね、いきなりね、うん、第2クールから紅白戦やりますって言ったって、ちょっと待ってくれよってなるよ。まあ、そうですよね、うん。ベテランは特にね。うんまあ、だけど、そのベテラン、若手は問わず、怪我人を出さないっていうのが、まず一つの優勝への近道だし、はいね、そのためには体をじっくり作り、うん、第3クールから慌てずに紅白戦、実戦形式に入っていくという。これはやっぱり動きとしては俺は正しいとは思うけどね。そうですね、うん、もうね阪神ファンの方は2月1日のキャンプイン当日がもう楽しみで楽しみで。いやもう阪神ファンはもうキャンプが入ってるからもう気持ちがもうみんなキャンプインしてるんですね。あの優勝カウント出てるからマジックがマジック出してるぐらいの感じだから。そうかそうそうそうまあだから岡田監督っていうのはまた今年もね、はい、キャンプの時にお会いしたいと思うけどもまあ楽しみだね。だから豊さんもね今年もまたキャンプ地に多分行かれると思うので、うん、まあルメールから何になるのかなと思って今度は。あ何に乗っかることになるんですかね。そう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 なんですかね連覇だし本当な、うん 楽しみ、まあ、楽しみだよね。楽しみですよね、はい。